次に山野井和則君。山野井君。30分間質問をさせていただきます。猪木さん、大西さん、長妻さんからも話がありましたが、このアベノミクスによるインフレによって実質年金が目減りしていく問題、この問題本当は安倍総理に重要公判議案ですから質問したかったわけですが、重要公判議案なのに安倍総理が出てこないということに強く抗議をしたいと思います。それで先ほど大西さんが本当にいい議論をされました。どうなる年金、先ほどの大西さんの配布資料でありますけれど、要はポイントは物価上昇分ほどは増えず実質減額になってくるということなんですね。これはですから、この鈴木仁志研究員のペーパーにも書いてありますように、購買力は2割低下する、名目は据え置かれても購買力が低下したら、まあこれしょうがないわけであります。さらに次の2ページ目のこのペーパーにおいても、アベノミクスの副作用、つまり 2% インフレを目指す隠れた目的としてですね、このような年金給付の実質的削減こそが 2% インフレの実現を期待するもう一つの隠れた目的なのであるというふうに書かれております。ですから、田村大臣、まず最初にお伺いしますが、結局これ、2% インフレの実現を目指すと、年金給付が実質的に削減になっていく、まあ、こういう認識、これは共有するということでよろしいですか。田村厚生労働大臣。冒頭、大西委員にはですね、同じ法案を出させていただいておりますので、そこは謙虚にですね、民主党案を出させていただいているということは、ご理解をいただきたいというふうに思います。それでですね、今、山野井議員のご質問なんですけれども、これはもう、委員も重ねて、おっしゃられずともですね、十分にご理解をいただいて、委員も与党の時に、この年金制度案というのが分かっておられる中で、特例水準の解消も、そしてマクロ経済スライドが発動されないということで、年金が危ないのではないかというお話もされておられたわけでございますから、当然のごとくご理解をいただいておられるという意味でおっしゃったんだというふうに思いますが、まさに、物価が上昇したときに、物価分だけ年金が上がらないということで、この世代間の公平というものをだんだんにですね、実現していくという、こういうような制度であるわけですね、これは。だから、もしですね、これをしないとどうなるかというと、ある日突然年金がもらえないというような世代が出てくるわけでございますから、そうはできないわけでございますので、徐々に、名目額は、これは下がりませんよ。物価が上がっているときに、マクロ経済スライドは、あくまでも名目額を下げてまではかかりませんけれども、しかし、物価が上がっているときに、物価とが上がった分と同じだけ年金の支給額が上がらない。つまり実質で年金の価値が今よりも下がってですね、それが将来的に所得代替率という形で今よりも所得代替率が下がると。ただし 50% というものはしっかりと守りましょう。これはモデルケース35万8000円の世帯での所得のところでございますけれども、こういうルールで平成16年に出させていただいた法律ということで、まあ2度のですね、一度の改定、21年の財政検証を経て現在に至っておるということでございます。委員長、山野井君。まあ今日朝から、まあ田村大臣の答弁はまあ逃げて、私たちはマクロ経済スライドの問題点を言ってるんじゃないんです。それもみんな言ってるんですから、そのことは。要は 2% のインフレターゲットの問題点を言ってるにもかかわらず、まあ、田村大臣は分かってながら、すべてマクロ経済スライドの問題にすり替えて、答弁をされているわけであります。じゃあ、聞き方変えましょう。マクロ経済スライド、2015年にはマイナス 1.2% ですね。物価上昇引く。16年はマイナス 1.1、17年マイナス 1.1。じゃあ、2% インフレ目標、アベノミクスで目指すということが、マクロ経済スライドが一部ではなくて、フル発動することを加速すると。そういう理解でよろしいですか。要は、
インフレ率が 1.2 とか 1.1 以下だったらマクロ経済スライダーフル発動しないわけですから、フル発動しやすくさせるということでよろしいですか。田村厚生労働大臣。罠にはまらないようによくよく用心深く答えますが、賃金上昇率とのバランスがあるわけでございまして、仮に物価上昇率と賃金上昇率が同じ以上ですね、賃金がつまり実質賃金上昇率がゼロ以上ということを前提に考えますとね、今委員がおっしゃられたように、まあ、1.2 マクロ経済スライドがかかるときに 1.2 以上の物価上昇率、賃金上昇率、こういうものが実現されたときにですね、そのままマクロ経済スライドがその年予想されたものが全て発動すると。でこれがもしされなければ年金は破綻の道に進んでいくわけですよね。これはマクロ経済スライドが、計画的に、これが実行されるから長期的に年金というものは財政均衡するわけでありますから、我々は常にそういうような経済状況を作らなければ年金は長期的には安定しないと、これが年金の制度設計でございます。アベノミクスとは関係のない話であって、アベノミクスであろうとなかろうとそのような経済状況を作らなければそもそも年金が持続可能ではないという制度であるということであります。委員長。山井君。まあいくら言ってもそこは逃げて逃げてということでありますが、これですね、安倍総理の答弁をちょっと見てみたいと思います。この配布資料の、12ページ、これ党首討論ですね。4月17日海江田代表との党首討論。海江田代表は私たちが今日議論しているのと同じことを実は言ってるんですね。今のような急激な 2% の物価上昇ということは考えておりませんでしたから、ごく短期の間にですねと、民主党政権の時はそんなことは想定してなかったんですね。それで線引いてありますように、この12ページですが、物価が上がっていたとき、例えば年金生活者はどうすればいいんですかと、実質に目減りするという問題点を党首討論で指摘をしているわけです。これに対して、安倍総理が何と答えているか、13ページの上、物価が上がっていけば物価スライドしますから、年金は上がっていくという答弁をしておられます、安倍総理は。田村大臣、この時物価が上がっていけば物価スライドしますから年金は上がっていくわけですということですが、これこの安倍総理が言ってるのは名目のことを言ってるんですか、実質のことを言ってるんですか。田村厚生労働大臣。二つとも読み取れると思いますけれども、普通はですね、物価が上がったときに物価と同じだけ賃金が最低上がる、つまり実質賃金上昇率がゼロ以上であるということを普通は経済状況の中で想定するわけですね。実質賃金がマイナスだということになれば、まさにそれは生活がしづらい、まあ、経済政策的にはいい状況じゃありません。普通よりも悪い状況でありますから。だから普通で考えれば、実質賃金は 0% 以上と考えれば、物価が 2% 上がればですね、実質賃金も 2%、あ、ごめんなさい、名目賃金も 2% 上がっているということでございますから、そうなれば物価スライドがそのまま発動されます。ただし、そこでマクロ経済スライドというものがかかりますが、2% であるならば、まあ 0.9 から 1.23 ぐらいのマクロ経済スライドでありますから、そういう意味からすると、名目では残りの差額分上がったことになりますから、年金額というものは名目額、つまり実額では上がったという話になると思いますので、そういう想定のもとで総理がおっしゃっておられるというふうに私は理解いたします。委員長。山井君。田村大臣の答弁によると、これは名目ということですね。実がつく名目ね。じゃあ、実質の年金は、物価が上がっていけば、上がるんですか、下がるんですか。田村厚生労働大臣。これも罠にはまらないようにですね、物価と同じだけ賃金が、
上がっておればということで、名目賃金と物価上昇率が同じイコール以上というふうに、まあ、設定した場合でありますけれども、この場合は当然ですね、マクロ経済スライドがかかりますから、そうなればですね、実質は物価以上には上がらないわけでありまして、それが、この厚生年金といいますか、厚生年金のみではない、この公的年金ですね、公的年金の制度なんですよ。これ山内先生ももう十分に厚労族としてご造形の深い方でありますから、もうそんなことは100も200も1000も1万も10万ももう承知、1万の上で10万ですね、承知でおっしゃっておられると思うんですが、そういう制度でございますから、これはもうそういう制度としてご理解をいただくべきであろうというふうに思います。委員長。山内君。いや、田村大臣おっしゃるようにね、マクロ経済スライドも働くわけですから、実質年金は下がるんですよ。田村大臣は分かってる。私も分かってる。問題は安倍総理分かってないんじゃないのということなんですよ。田村大臣分かってるわけですか？実質下がるということは安倍総理分かってるということでいいんです。事務方に聞かなくていいでしょう、そんなん、田村大臣。田村厚生労働大臣。すいません、ちょっとですね、議事録をすぐ出させようと思ってた。これじゃなくて、予算委員会でこの議論をまたやってるんです。参議院の予算委員会でしたっけね。その中で、マクロ経済スライドのことを確か言われていたのではないのかなという記憶でございましたので、今それを探しておったわけでありますが、私の記憶ではマクロ経済スライドのお話をされておられたというふうに思いますので、そのことはご理解をいただいておられたのではないのかなというふうに思っております。委員長。山野井君。マクロ経済スライドのことの分かってたら、これテレビ生中継入ってるわけですからね、党首討論。その場で物価スライドになれば年金は上がっていくんですとは、私はちょっと言い切れないと思いますよ。なぜならば今も田村大臣を認めになったように、物価が上がってもマクロ経済スライドで実質年金は下がるんですから。年金生活者にとっては名目の賃金上昇率と実質の賃金上昇率とどっちが重要だと思われますか、田村大臣。田村厚生労働大臣。これもですね、もう今百も承知でおっしゃっておられるんだと思いますが、そうやって物価も下がっているから、年金もその分だけ下げさせてくださいと言って怒られて、お叱りをいただいてですね、結局下げないということを我々、自公政権時代やっちゃったんですよね。それはなぜかと言いますと、お聞きをすると、実額が下がるというのはいくら物価が下がっているからといって、あまりにもですね、精神的に、なんて言うんでしょう、影響があると。だから、実額が下がるということは、これは、やはり、あまりにも厳しいんではないかというお叱りの言葉が当時多くあったことも事実であります。ですから、そういう意味からいたしますと、もちろん、実質も大事でありますが、やはり、名目額も大事でございまして、名目額が上がるというのはですね、確かに実質的に言えば物価上昇率よりも下がっている、低いかもわかりませんけれども、年金が実額で下がるよりかはですね、上がる方がまだいいというご判断をされる方々もおられる。これはもうそれぞれでございます。でありますから、言われている意味はよくわかるんですが、制度としてこういう制度で作られておるわけでございまして、これはこの制度、厚生年金、国民年金と今の制度がある限り、こういうことが起こってくるわけでございます。重ねて申し上げれば、同じような、全く同じとは言いません。全く同じとは言いませんが、同じような仕組みが民主党の年金案の中でもですね、これは、みなし運用利回りという形で、マクロ経済スライドに近いようなもので下がっていくという制度がついておりますので、そういう意味では年金というのは長期的にはそういうことをしませんと。今は、要するに支給水準は高いですから、これを長期的にですね、均衡させようと思うと、そういうことをしてですね、世代間の公平を図っていくということをやらざるを得ないというのが、お互いの共通理解だというふうに私は思っております。委員長。山井君。田村大臣、答えられないんですよね。実質と名目の年金上昇率どっちが大事か、生活者にとったら実質の方が大事に決まってるじゃないですか。田村大臣もマクロ経済スライドがそういう制度なんですと、そこまでおっしゃるんだったら、党首討論、全国民が見てる前で、安倍総理も正々堂々と
申し訳ありませんが、物価スライドで実質の年金は下がりますと言ったらいいじゃないですか。このテレビ討論を聞いた多くの高齢者は、あ、実質の年金上がるんだなと普通思いますよ。私は一歩間違うと国民騙したことになりかねないと思いますよ。例えばその下の段落に、皆さんこの3ヶ月間だけで私たちは4万人の雇用を生み出すことができましたと。これも本当ですかって後で調べたら、これ求人数が増えただけで雇用は増えてないんですよね。非常に雑なんですよ。だから私は田村大臣に言いたいのは、もし安倍総理が実質年金がマクロ経済スライドで下がると知ってるにもかかわらず党首討論で上がるんだと言うんだったら、私はこれは非常に騙しに近い発言だと思いますし、私は本当ちょっとご存じないんじゃないかというふうに思わざるを得ません。その理由は次のページお願いします。14ページ田村大臣が先ほどおっしゃったように、我が党の大久保勉議員が参議院の予算委員会で質問したんですね。線引いてられます。アベノミスクが目指す 2% の物価上昇目標により、年金受給者の生活が苦しくなると追求。だから民主党は実質のことを言ってるわけですよ。名目じゃないんです。生活が苦しくなるか楽になるかは実質年金に決まってるじゃないですか。そんなもん、この議事録でどう言ってますか。15ページに移ります。安倍総理に質問しますと、線引いてあるところ読み上げますよ。大久保勉議員ですね。年金受給者が 2% のインフレでどのような影響を受けるか、物価目標 2% が達成され、その後しばらく 2% 前後の物価上昇がついた場合、年金生活者にとっては生活は私は苦しくなると考えます。実質年金下がるんですから当然ですね。 2% のインフレになった場合に 0.9% マクロ経済スライドを引くことになってますから、事実上 2% の半分、1.1% しか年金の支給は上がらない。これ当然ですよね。それに対して安倍総理はどう答弁しているか、下の段落です。線引いたところですね。しかしですね、安倍総理の答弁です。ここは大切な点なんですが、もし 2% 上がっていけば皆さん初年度は間に合いませんから、初年度って今年度ですね、間に合いませんから10月に下がると。しかし 1% 下げなければいけませんから、次の年、来年ね、来年度からは下げなくてもいいんですよ。 1% 下げなくてもよくなるんですと答弁をされてますが、これ 2% 今年物価上昇になれば、来年の特例水準引き下げ 1% 下げなくてもよくなるんですか。田村厚生労働大臣。まず初めの海江田代表とのやり取りですけれども、海江田代表もですね、あまり正確じゃないご質問されているんですね。アベノミクスで急激に 2% 年金上がったらです、あ、ごめんなさい、物価が上がったら、そしたらこれどうなるんですかって言った後にですね、生活苦しくなるでしょうと、年金者の、いや、これはそういう制度ですから、皆様方もご理解をいただいて運用してきた制度ですから、アベノミクスであろうと何であろうと、マクロ経済スライドがかかる率よりも上の、要するに、物価スライドがですね、年金にかかれば、そのマクロ経済スライド部分は、これは吸収をされる制度でございますので、多分、海江代表もそんなことは十分ご承知でおっしゃっておられたと思いますので、まずご質問からして、ちょっと私はですね、何やらよくわからないご質問だな、というふうに思うわけであります。で、その上でですね、もし 2% 上がっていけば皆さん初年度は間に合いませんから、1% 下げなければいけませんから、次の年からは下げなくてもいいんですよ、1% 下げなくてもよくなるんですということでございますので、2% 上が、初年度かって今年度ですか、今年度 2% 上がれば、今年度、来年度残り、1.5% ですからね、1.5% を来年度、まあ、これで全部下げちゃうわけでありますから、その、審査言われている意味わかりませんが、前提は、チンスラーはすいません、年金のスライドのチンスラーというのは最低時にしか起こらないものでありますから、記載定の方々はチンスラーという制度は導入をいたしておりませんので、正確に申し上げれば、こういうことですか、物価スライドの上限とする中での賃金上昇部分での
まあ、スライドという言い方でいいですか。そういう言い方からしますとですね、あの 2% ここで言っているのは、先ほど来ずっと私が申し上げている通り、実質賃金上昇率ですね、実質賃金上昇率、これがゼロ以上ということ、マイナスではないということを前提にいろんなことを考えるのが普通であろうということであれば、ここは名目で賃金上昇率も物価上昇率と同じ 2% ですから、すると 2% のスライドが起こるということで、初年度 1.5 の残り残っておる中において 2%、まあ、物価上昇率に合わせて賃金上昇もしておりますから、それによって年金が上がるはずのところを特例水準解消で 1.5% がなくなりますので、そうなると次の年からはもう上げなくていいという話になると思います。委員長、山内君、下げなくていいという話になると思います。それは、はい、あれですよね、特例水準部分をですね。山内君、非常に不正確なごまかし答弁、つまり物価がどれだけ上がるからじゃないんですよ。今は物価の上げ幅よりも賃金の上げ幅の方が低いんです。その場合年金改定率は賃金上昇率で決まるんです。ということは 1% 下げなくても良くなるためには、物価がどれだけ上がるかというよりは賃金が 1% 実質上がるかどうかによってこれは決まるんです。物価じゃないんです。そして田村大臣お聞きします。来年4月の改定の時点で物価の上昇率が 1% 以上になる可能性ってあるんですか。田村厚生労働大臣。まず正確な説明をさせていただきます。賃金上昇率と申しておりますが、使っているのは標準報酬月額、これを使っております。今委員は足元では実質賃金上昇率はマイナス、つまり物価上昇率よりも賃金は上がっていないとおっしゃられましたが、22年度、23年度はプラス 0.3 ずつでございます。でありますから、物価よりも賃金の方が上がっているということでございますので、今委員がおっしゃられたことは不正確だというふうにご説明をさせていただきます。その上で、来年の4月からですか、1%上がるかどうか、つまり今年度物価が 1% 上がるかどうかということですか。賃金上昇率が 1になる可能性あるのか。実質賃金上昇率をおっしゃっておられるのか、名目賃金上昇率をおっしゃっておられるのかが分かりませんので、再度ご質問をお願いいたします。山内君、年金改定に関わる賃金上昇率を聞いてるんです。もう少し言いますと、これ3年間の平均ですよね。年金改定に関わる賃金上昇率は3年間の平均なんです。22年度、23年度、24年度です。3年間の平均。今、田村大臣言ったように、22年度 0.3 でしょ ?23 年度 0.3 でしょ。あと、そしたら、トータルで3年間の平均が 1% になるには、トータルこれ 3% 上がらないとダメですから、2.4% 賃金が24年度に上がらないとダメなんですけれど、24年度ってもう終わってるんですよね、この3月に。そんな可能性であるんですか。分かったでしょ。田村厚生労働大臣。山井君に頭を整理しましょう。あなたがね、今おっしゃった 0.3% というのは実質なんですよ。実質賃金上昇率が 0.3% で、名目ではございません。つまり、もしですね、仮にこの24年度、3年間の最後の年ですね、これが実質賃金上昇率 0.3 だとしましょう。つまり 0.3、0.3、0.3 だとしましょう。すると物価上昇率が仮に 1% ですと、実質賃金上昇率 0.3 というのを名目に変えると 1.3 になるんですね。そういうことなんです。ですから名目と実質をごっちゃにされるから何やらよくわからないような議論になりますけれども、仮に24年度も同じように実質賃金上昇率 0.3% であって物価上昇率が 1% であれば、その時には 1% 以上をクリアすることということになります。委員長。山内君。でもそれはまだわかんないわけですよね。どうなるかは。だから下げなくてもいいんですよということを言い切るから問題なんですよ、これは。全然そんなことまだ分かってないじゃないですか。だからそこを結局これは賃金が決まらないと
明らかにならないことを、物価が 2% 上がったら、しなくていいって言うから、これおかしくなってくるんですよ。次も、同じ話ですよ。これですね、16ページ。今までのデフレからだ、これですね、17ページですね。デフレを脱却すれば、年金の減額が止まると。これも結局、名目のことを言ってるわけですけれど、インフレになった場合、実質には年金はこれ減っていくわけです。だからまあ私これ以上は言いませんが、そうでしょ？いや、そうであればですよ、実質年金が下がるにもかかわらず、安倍総理がテレビの前でインフレになったら年金は上がる上がる増えると言うから私はこれは非常に不誠実だと思ってるんです。時間あまりありませんので、こういうことと、来年4月以降このようなことでインフレになればなるほど、年金が実質切り上げになっていく。あとそれと関連して、介護のことを最後に一つお聞きしたいんですけどね、こういう年金は下がっていく。さらに、聞くところによると、介護保険から、養子縁の133万人を、介護保険から外すという検討も、されていると聞く。さらに、先日行われた、都市部の高齢者の、介護の研究会では、都市部の特養、待機者が非常に多いから、地方に特養を作って、そこに入れようという、そんなことも検討しだした。そんなことしたら、家族や知り合いも、そこに面会にも行きにくいじゃないですか。私はこれは大反対。現代版ウバスヤマだと思います。都市部の特養待機者が多いからといって、田舎や地方の特養に立ててそこに入れる。現代版ウバスヤマです。例えばドイツでは、老いた木は植え替えるなという言葉があって、年老いた人たちはできるだけ住み慣れた地域でいれるようにすべきなんです。それを今回産業競争力会議に言われたからといって、厚生労働省がそんなことを真に受けて検討する。とんでもない話ですよ、これは。このような年金の切り下げや、老人医療費の自己負担アップ、それにこの介護保険の切り下げ、これは本当に私は大問題だと思います。この介護の養子縁を切り離すことは問題だ。そして、都市部の高齢者を地方の特養に入れることは大問題だと思いますが、このことについて田村大臣の見解をお聞きしたいと思います。田村厚生労働大臣。今、山野井議員からこの議事録の今までデフレから脱却したことによって年金は下がらなくなるんだと、ということを申し上げておきたいと言われている文言で、やはり名目を言われているということがよくわかりました。実質のことは言ってません。やはり安倍さんは、安倍総理は名目のことを言ってるんです。だから物価が上がれば、年金は上がると。だからそれでいいって話じゃないですか。先ほど来からそれ、分かってなかったと言いますと、もともと安倍さんは名目のことを言ってるんですから、それで何ら問題がなかったというふうに思いますよ、私はこれ見て。で、それでいて、今のお話でございますけれども、いろんなご議論があります。それあります。そういうご議論がいろいろとある中において、介護を受けられる方々、それから提供される方々、保険全体の財政、いろんなことを考えて政策を決めていくわけでございまして、山野井議員のお話は、そういうお考えということで受けたまらさせていただきました。委員長。山野井君。いや、いろいろな考えがあるというんじゃなくて、ただでさえ年金は目減りする、消費税もアップする、そういう中で、これですね、本当に養子縁の133万人介護保険が外すと大変なことになりますよ。介護の社会化に逆行して、本当に家族の方々も大変になりますし、また今週に一回ホームヘルパーさんやデイサービスに行っている養子縁の方々が行けなくなると、本当にうつ病が悪化したり、認知症が早まったり、要介護ところが悪化したり、深刻な問題だと思いますし、また繰り返しになりますが、厚生労働省の仕事は高齢者の尊厳を守ることですから、地方に特養待機者を移すような、そんな非人間的なことはぜひやめていただきたいと思います。それにですね、田村さんも最後認めたように、安倍総理は名目のことしか言ってないんですよ。だから、大西さんもおっしゃったように、実質の年金が下がっていくということは安倍総理は一切おっしゃらない。しかし、年金生活者にとって、生活実感として、
より切実なのは実質の年金のことなんです。だからこそこれはアベノミクスの不都合な真実であって、アベノミクスの副作用であって、アベノリスクなんですよ。田村大臣もね、ぜひですね、田村大臣、安倍総理にこのことは言っていただきたい。実質年金が下がると、アベノミクスによりインフレによって、そのことを正直に年金生活者の方々に説明をされた方がいいと思いますということをぜひ安倍総理に言っていただきたいと思います。大臣いかがですか。田村厚生労働大臣。安倍総理はもう十分に名目と実質のことは分かっておられると思いますが、何度も申し上げますけれども、民主党がやられていたような状況の中でデフレが進みますと、年金も破綻します。どんな年金も破綻します。それはもう当たり前のことで、だからそうならないように物価も上げ、賃金も上げ、本来の制度がちゃんと稼働するようにしていこうと、そして年金が長期的に安定するように、ただし、その中においていろんな問題もありますから、これは長妻大臣といろんなやりとりやりました。そういうよ、長妻先生といろんなやりとりやりました。その中でもいろんな問題点がある。そういう問題点は、まあ、三党でいろいろとご議論をいただきたいということを申し上げておるので、どうか前向きによろしくお願いをいたしたいと思います。山野委員。最後に、アベノミクスは、年金の実質の切り下げ策であるということを強く申し上げて質問を終わります。